ばんは、ご無沙汰いたしております、クイズの王子様ということでおなじみだったこともありました、文化放送アナウンサーの太田秀明です、今週そして来週のセイヤングはさだまさしさんがお休みでございます、そこでさだの犬間の2週間は豪華なゲストメインパーソナリティと私太田秀明のメイン司会でスペシャルプログラムをお届けいたしましょう。まず今週はどんなスペシャルかと申しますと、テーマはズバリ結婚。重たいですね。セイヤングスペシャル結婚ってなんだと題してにぎにぎくしく参りたいと思いますが、ちなみに本日私結婚式帰りで、タキシードを着ております。そして今週のゲストメインパーソナリティは結婚といえばもちろんこのお方、ご紹介いたします。久本雅美さんです。こんばんは、女優の久本雅美です。よろしくお願いします。こちらの方こそよろしくお願いします。お願いします。さて久本さん、まずお聞きしたいと思うんですが、一体結婚とは何なんでしょうか。まあ私独身なんですけどね、まあ、それはきっとこういうことだと思うんですよ。結婚っていうのはまあ英語で言うとウェディング、そしてまたお尻が決めるテーマソング終わりましたので、さだまさしのセイヤング第602回、本日はセイヤングスペシャル結婚ってなんだ、久本雅美さんと太田秀明が東京文化放送より0時半までの生放送、さだまさしさんも 生テープ出演いたします。最後までごゆっくりお付き合いください。頼むね。セイヤングスペシャル結婚ってなんだ、この番組はハートも美味しい東波と聖火がお送りいたします。いたします。わしはタラちゃんかい。助けに来たよ。おや、こんなところに東波との焼きイカが。どれ、おお、早く縄をほどいて。おお、早く縄を。みんな大好き屋台の味の本格派東波と焼きイカが大好きだ。もう大丈夫。さ、これを食べて。東波との焼き肉だよ。やめて。瀬戸内の味。みんな大好き。瀬戸内で採れた本格派。東波と焼きエビが大好きだ。久本雅美、太田秀明の。せいや。文化放送広報部、新聞発表のコーナー。ありがとうございます。とんでもございません。毎週ですね、さだまさしさんのセイヤングでもお送りしているこのコーナーなんですが、新聞のラジオ欄に載る番組のサブタイトルの文面を、ラジオを聴いている方からいただいたハガキで決定しております。ほう、ありがとうございます。台本通りのセリフ、もうね、ちゃんとやらなきゃ女優ですから。はい、いただいたセリフは、はい、今回採用されましたのは、上尾氏のペンネーム、夏のミラージュ主流派さんの作品。はい、それでは参りたいと思います。待ってくれ。さださん休んだ記念。ヒューヒュー。ありがとうございます。これはですね、今週はさだまさしさんが休んだ、さだ、さんが休んだということと、さだ、さんの好きな競馬が、明日は安田記念だということが表現されているわけですね。はあ、これどこが面白いかというと、休んだと競馬の安田を記念をかけたということで、オッケク、オッケク、ありがとうございます。とんでもございません。一応こう毎週毎週番組内容にちなんだことがこういうふうにサブタイトルになるわけですけれども、はあはあ、じゃあ皆さん一生懸命送ってくれるわけですね。今週は夏のミラージュ主流派さんの作品が選ばれたわけなんですけど、当然久本雅美さんの、なんでその単独からまだ終わりたいのは失礼じゃないか。いやいや、ファンぐらいと少しずつやってくよ。目の前の当然ですね、久本雅美さんのこのテーマを取り上げたものがこのサブタイトルになってもよかったわけなんですね。本来ならば普通はそうでしょ。本来ならそうなんですよ。もっとマジャミを喜ばしてくれるというか、そうそうそう、やっぱりスペシャルゲストですから、ぐっと持ち上げるようなサブタイトルでもよかったんですけれども、そこがお前がだもんな。いやいや、実は先週まで久本雅美さんがスペシャルのゲストだということは伏せといたんです。なんででしょうか。直前まで決まってなかったんだね。じゃあ私はスケジュールが空いてたという。そうそうそう、失礼ながら。いやいやいや、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いただきます。で、見事今回採用されました夏のミラージュ主流派さんにはですね、プレゼントとして今日の新聞の超拡大コピー、これが一緒の記念になりますね。今日の新聞の超拡大、ラジオテレビ欄
ありますね、うん、そこのラジオ欄のさだまさしのセイヤングのところのサブタイトルに、うん、ああもうそりゃもう涙が出るほど、それでうんこ吹いちゃいますね、もううんこ吹いちゃいますか、本当にありがとうございます、はい、で今日の新聞の超拡大コピーと1ヶ月の新聞代金3650円の代わりとして4000円分の図書券を差し上げます、うん、あ素晴らしいじゃないですか、ね、小粋ですね、小粋かよく分かる、でも嬉しいよね、嬉しいですよね、いいですよ、はい、うんうん、さあラジオ聞いてるあなたも番組のサブタイトルを考えてください、はい、今日受け付けますのは5月22日土曜日来週第603回文化放送からの宇都宮義恵師匠をお迎えしてのセイヤングスペシャル、近頃の若いもんはセイヤングでしょ、いやもういいですよね、宇都宮義恵のセイヤングってタイトルだけでも笑い、宇都宮さん生で、生でもちろん老体に鞭打って死んじゃうよだってこの時間は若いもんでも辛いんだもん、私だって今声出ないんだから、そう宇都宮さん来てあんたどうすんの、セイヤング生放送でしょ、生放送です、途中で一人になったらどうするの、いやいやいや、そんなことは大丈夫ですよ、宇都宮さんは若いし元気ですから、お元気でいらっしゃいますしね、大丈夫でしょ、はい、で来週は宇都宮義恵さんのセイヤングですからね、うん、はいはい、近頃の若いもんは、はい、サブタイトルを考えてください、はい、そして5月29日土曜日第604回レギュラースタイルに戻りましてのセイヤングは滋賀県は草津市の某ホテルからの放送分です、スタジオじゃないの、あもうさださんはコンサートツアーでもあちこち転々としてらっしゃいますから、そうですよ、ね、この四谷の文化放送でやることの方がまれと言ってもいいぐらいの、おお、さださん生意気だね、いや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 もういきなり私もう出れなくなるかもしれない、とんでもない、さださんぐらいそれぐらい贅沢していいでしょう、ね、天下のさださん、今さっきの久本さんの一言でラジオ聞いているセイヤングファンがさーっと聞いてくださいごめん、戻ってくれ戻ってこい、戻ってください、私はさださん命ですですからね、すいません、来週分と再来週分のサブタイトルを考えてください、はい、サブタイトルは7文字から9文字、放送日、放送内容、放送する土地柄などをうまく取り入れて作ってください。宛先は郵便番号 160-02 文化放送、さだまさしのセイヤング新聞発表のコーナーまでです。はい。さて、続きましてはさだまさしさんからのお知らせがあります。素晴らしい。これが素晴らしいお知らせなんですよ。そうですか。さだまさしさんの期待のニューアルバム、あいみての。うん、こちらさだまさしさんはですね、今年アーティスト活動20周年ということで、その記念のアルバムになるんですよね。私グレープの時からもちゃんと聞いてましたもん、ここで持ってますよ、少量流し、あ、そうですか、マジで、今ちょっと戻りました、戻るでしょ、ちょっと近づきましたね、皆さんおばちゃんちゃんと持ってますね、このニューアルバム、あいみてのこのレコーディングへラジオを聞いてるあなたが参加できるという、マジマジこれ嬉しいね、スターさんと一緒にレコーディングできるの、スターさんとあのさだまさしさんのね、ニューアルバムに自分の声が乗っちゃうという、これは贅沢だね、一生もんだよね、一生もんですよ、いや私の声も入ってるかもしれません、はい、行きたいな、このさださんはですね、このアルバムに収録される楽日、はい、この曲の構想を練っている時にふとひらめくものがあったんです、うんうん、それは大人数のコーラスが入れたいというアイディア、うん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 、ね、つきましてはラジオを聴く皆さんの中で多少なりとも歌に自信のある方、抽選で男女50名ずつ合計100名の方にコーラスとして参加していただきます、すごいですね、ね、うんうん、これはまあね、そんなに自信がなくても大丈夫ですよね、100名いたらね、お手の中に紛れればちょっとね、ちょっとぐらいは隠してるとかさその場にいるとかね、いるとか、でもそれでもさださんと一緒にいるって言ったらもうこれはパラダイスでしょ、すごいですよ、いいですね、みんな下手くそだったら大変ですけどねそれはそうだな、やっぱりね、でよく聞いてくださいよ、はい、レコーディングの日時は6月の2日水曜日、はい、午後2時から6時、6月の2日水曜日午後2時から6時、場所は東京都内のスタジオです、駐車場の施設はございませんが交通費とお礼として記念品をご用意させていただきました、よし私が歌おうという方はですね、はがきに住所、氏名、年齢、職業、電話番号をはっきりと書いて、郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング、さだのためなら歌いますの係までおはがきをくださいすごいですね、さだのためなら歌います、もうそういう方いっぱい聞いてらっしゃるんですよ、でもこれ殺到すると思うよマジで、殺到しますよ ね、 ねだって20周年の記念のアルバム、あいみてのに自分の声がコーラスとして入っちゃうんですか、だってこれ本当にはっきり言って孫の代まで自慢できますよ、そうですよね、入ってるって、入ってるんだ、はあ、これはすごい企画だわ、うん、ね、ぜひぜひ皆さんも、はい、締め切りは5月の19日水曜日、当選した方にははがきで場所など詳しいことをこちらからご連絡させていただきます、ラジオ聞いてるあなたのおはがきをお待ちしております、以上さだまさしさんからのお知らせでした。 Oh, Mr. B. I wanna be. Oh, Mr. B. Always be. 小林亜生です、みんな集まればいいのでパーティー。
大ハトビーノは豆 100% いつでもどこでもうまいうまい、いいのがいいの大ハトビーノ。塩味トーハとソルティーバターとソルティーセサミ。久本雅美、太田秀明のせいやん、本日はお日柄もよく皆々様におかれましてはセイヤングスペシャル結婚ってなんだにご出席賜りまして誠にありがとうございます。本日のプログラム司会はこちらの久本、すみません緊張します、久本雅美と太田秀明でお送りいたします。よろしくお願いいたします。とまあこういう感じでね、はあ、司会は始まるわけですけれども、そうですよね、今日はあの久本雅美さんと結婚について、はい、特にあのこの結婚式というものを中心に考えていこうと思ってるんですけれども、はあ、まあ、ラジオを聞いてる方の基本的な予備知識としましてですね、久本雅美さんは結婚されていない。いない。私今真剣にクイズに答えるみたいな大田さんの画面はいないって言って、口調がそうですよね。正解か不正解のピンポン待っちゃいました。私この番組で一応クイズの王子様ということになっていたこともありましたので、ね、なるほどなるほど、でも大田さんの過去に興味ないからごめんなさいね。そうですね。そうですか。で、32ですよ。2歳に今年3になります。大田さんいくつですか。あと4日でですね、30になるんですね。そうです。ちょうどあの結婚して丸1年経ちました、うん、じゃあ新婚じゃないですかまだ、昨年の4月25日に結婚しまして。いやそのほのかいこと聞かないで、いや興味ないですもんね、でも1年経って丸1年まだちょっとまだ甘い感じで、ちょこっと甘いくもあり人に辛いこともあるという、なんでこんなにスタッフが受けてるんでしょうね。いやこれもうみんな愚痴聞いてあげてんの。いやよく飲みに行ってんだみんなで。はい、ありがとうございます。大人たち初めて見たのが私あの美少女学園っていう、今から6年ぐらい前、私がまだ栄光の道を歩んでいた頃ですね。あ、そうですか、その時に私が出てましたドラマで、はい、その時藤谷美貴ちゃんの憧れの人はっていうので太田さんが出たんですよね。で藤谷美貴ちゃんが僕に会いに行くっていうんで、久本雅美さんがこのお見合いの写真を藤谷美貴ちゃんに託して、合わせてっていうような設定だったんですね。よく覚えてるね。覚えてますよ。栄光の時代ですからね。あのビデオに撮っても毎日見てるんですよ。ほんと、そこの付き合いですからね。付き合ってない。大人結婚式で司会なんかバンバンやってるでしょ。やりますね。今もタキシード着てますもんね。今日はあのちょうど結婚式の司会を終えて、この文化放送に戻ってきたところなんですね。そうです。これはもう、あの会社から言われてとかそんな関係ないでしょ。全然関係ないですよ。まあアルバイトですね。アルバイトしちゃいけないんですけども。これ結構お金は。あの今日ですね、結婚式の司会をさせていただいた関係者の方ずいぶん聞いてくださるっておっしゃってたんで、そうですか、あの例えばギャラが安かったとかですね、余計なことは言えないわけですよ。でも引きずってますね、顔が。意外とね。何回ぐらいやられたんですか。でもあの知ってる方の結婚式が中心ですので、やっぱり10回から20回の間ぐらいっていう感じですね。こうやってますね。じゃあもうベテランで慣れてるでしょ。まあでも結構やっぱり緊張しますよね最初はね。結婚式の司会って本当に緊張する。磯本さん頼んだ人がいるんですか。ちょっとねノイローゼでバカ野郎。2回だけやったことある。あ、それは勇気のある方ですね。勇気でしょ、私も自分でねよく打ったなと思うぐらいね。打ったな、私をよく指名したなと、私がねそれはもうずいぶん前です、5、6年前に「今夜は最高」っていう番組やった時に、そこのスタッフさんが AD さんが結婚するっていうので、はい、もうタモリさんとかね、高平哲郎さんって作家の放送作家の人がいるんですが、はいはいはい、大御所ですよね。面白がって「前やれ前やれ」って言われて、すんごい緊張した。しますよね、もう前から緊張してるからみんなが落ち着け落ち着けって水割り持ってくるんだけど、私の司会のテーブルにもうすでに水割りが14個ぐらい並んでる。すごいですね。で落ち着こうって飲むじゃん。それ落ち着かせようというよりはベロベロに酔っ払わせてめちゃくちゃにしようという魂胆かもしれない、ね、いやいやいや、もうそういう気持ちだったんだけど、その魂胆かもしれないけど、ハマっちゃって、ハマっちゃって何々家何々家まず間違えたんだ。もう例えば田中家、橋本家にするじゃん、田中家、失礼しました、橋本家からもうさーっと引きますよね。まあ、あの親戚の方はね、もう芸能人はもうすごーみたいなスタッフとか、
緊張しますね。あれ第一声を発した時にこう出席者の方がパーッと見るんですよね。そうで使えられてない言葉言うでしょ、アドリブが出ないんですよ。あ、久本さんでもアクシデントあっても、私だっていつもこれはいい加減にせーとかしばくでーとか言うたら済むことでしょ、それがいい加減にしろとかしばくでも言えないから、いい加減にさせてくださいませとかさしばかれてほしいでございますかとかさ、丁寧に言ってんだけどすごいこと言ってるのよ、あのウェディングケーキ、あの何ナイフが封筒されましたでしょ、これ切るって言っちゃいけないんですからね。切るじゃないよ、私も緊張しちゃって、ウェディングケーキにナイフが挿入されましたって言ったらお前は何言ってんだって言われたって、タモリさんがひっくり返って喜んでどうもすいません司会がバカでって言われちゃった。だいたいこう関係者の方っていうのは、式場のこの前の方、高砂のテーブルの方にいて、ご親戚の方って後ろの方に行くんですよね。じゃあ雰囲気はこう二つにこう分かれて、いやもうスタッフとかもう芸能関係でさ大喜びで、あれさ食べるタイミングとか難しいですよね、司会の人って。いや普通食べないですよ。あ、そう。普通いろいろあの段取りを仕切ったり普通は食べないです。よかった、太田さんに出会えて今初めて知りました。まああの若干隙を見てね、あのいただいてくださいっていうスタッフの方おっしゃいますんで、式場の、その時はちょろっと食べますけど、まず自分から食べないですね。私料理が変わるんで焦って焦って、もうちょっとでも間があったらもうテーブルついてバクバク食ってたんですよ。見たこともない料理だから、貧乏だったから。ああ、もう大喜びで、エビやタイやほら肉出てくるから、出てきますよね。今食っとけ、なんかいつ食えるか思ってるから、ステーキ出た時なんかもう視界場所でバクバク言ってたら、プッて間が空いてるから誰だったら私に見出した。お前いけ、肉入ったまま噛み切れないまま努力マイクはとか言って後ろからガーンって言われた。食べちゃいけないんだ。まあ食べてもいいんですけどね、普通食べないですね。入っちゃうね。でもその後 の、 あのご親戚の反応とかってどうでした？普通はあのありがとうございました、素晴らしい司会でって一声かけていただいたりするわけですけども、久本さんの場合はもうご親戚は、雲のこちらしてバーンと芸能人だけは VTR 回しててよかったみたいな。お喜びで、でもご両親の方からね、本当にありがとうございましたっていうふうにね、お礼を言っていただきましたけど、私もそれも申し訳ない。もう本当にいいです、いいですって言ったんだけど、まあ、これは気持ちですからって、いやもういいですいいですって気持ちですからって気持ちいただきましょうって、そのままバーッとトイレ行って、おお結構漏れたじゃんとかだからね、やっぱ数えますよね。数えちゃいますね、気持ちなんですけどね。まあね、もちろん司会をされたこともあると思いますけども、こう出席した中で、例えば芸能人の、ね、結婚式とかも随分出席されてると思いますけども、なんかこれは面白かったっていうエピソードないですかね。いや、あのそんなには川中美幸さんと三崎ハイヒール桃子ですか、行ってきましたけど、ハイヒール桃子の結婚式はすごかったですよ。すごかった。もう入った途端に関西っていうね、もう坂田さんはいるわ、西川清さんはいるわ、岡山直樹さんはいるわ、その中で屋敷隆人さんはもうすでに酔っ払ってるから、もう始まる前から始まる前からもうあのボタンバー開けてネクタイのビローン下げて、どのおっさんやと思うぐらいうろうろしちゃって、面白かったな。横山寿司さん乾杯の温度取った、横山ノックさんが、乾杯の温度で横山ノックさんですって、出て行ったらみんなノックさんが出ていただけで、いきなりみんなそれまでね結構結婚式でもう浸透してるのに、ツッコミ「おらあげピカリ!」とか「乾杯できるか!」とか言って、すごいんだよ、乾杯の温度だよ、厳粛な、ね、ノックさんも普通は乾杯まではセレモニーで、そっから食事が始まるとこう雰囲気が砕けていくんですけどね、ポーンですよ、いきなりもうみんな立ち上がって、前田五郎さんとかも二の首でも取ったように、おらまぶしい出るなーとか言って、みんな野口さんがまあ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 乾杯の温度を普通だったら体力を温泉使わりました、言うんですけど、乾杯を浸かりました、どこ行ったねー温泉入ってるのちゃうぞ浸かるなほー言って、もうすごかったですよ。あの桃子は桃子でね、松井悟りっていう名前があるんですよ、でもみんな「ハイヒール桃子ハイヒール桃子」って言ってるから、司会があの天下の浜村淳さんですよ。あら、名調子、名調子です、それにもそれなのに、あの向こうの名前がなんていう名前、まあ今はちょっと忘れちゃったけど、木村としますよ、旦那さんの名前が木村で何でもいいですね、で木村家ハイヒール家って言っちゃったのよみんな家族は一門じゃないんだからって大笑い。それでノックさんがまだね、その疲れましたって言って、みんなに温泉やないぞって言った後に、あ、次だこれ違う、吉本 の、 あの偉いさんが出てきて、挨拶って言ったら、ここでまあちょっと締めてもらおうと思ったら、偉いさんが出てきて、ももちゃん、ご主人名前言うてないね、名前ご主人の名前、まあやばい、ご主人おめでとうございま
ます。みんなでまた立ち上がって名前ぐらい覚えとけとか言ってへえ。お見合いでさ、桃子のお父さんと入場ですってハイヒール桃子って素顔が坂田敏夫さんそっくりなんですよ。そっくりだなみんなで。これ入場なんです。あのアホの坂田の坂田さんね。お父さんと入場ですパカッと言ったら坂田さんと出てきて坂田さんいつもねあよいっとさあよいっとさって言ってそのまま上がっちゃってありがとうさんさんとか言っちゃってみんな喜んじゃって。それでは皆さんのために、それでは清張武田節を歌わせていただきます。もうみんなネタしてるからもうおーとか言ってたら、武田みんなアホーとかみんなゴーゴーすごかったですよ。すごいですね。メンバーはすごかった。もう親戚兄ちゃんとか来てももうスピーチ禁止令ですから何言うか分かんないからって。でもそれはあのハイヒール桃子さんの結婚式だということでまあ皆さん了解してたところもあったわけですよね。親戚の方はいつものように後ろの方ですけど、親戚の人も大阪のノリの方ですから、結構皆さん笑ったみたいで。ああすごいですね兄さんの結婚式は。あの久本さんは弟さんがね結婚されてる。ありました。やっぱりあの身内の結婚式というとやっぱり出席した際も若干雰囲気違います。ジーンとこう来たりとかっていうのはなんで吹くんですか。いやいやまだ思い出しちゃってさ、うちはまあ弟が結婚してね、私もあの妹も2人で出席したんですけど、まずあのまあ最初はもう真面目にやってたんですけど、うちのお父さん結構面白いんですよ、私よりも面白いって言われるぐらいね、そのお父さんがもう司会のあまりの丁寧さにイライラしちゃってマイク取っちゃってもう足がするとか言っちゃってそれでもうみなん今日はようこそおいでくまったもうそこの本当の司会者の人が笑い転げちゃってうちの親戚のあのお母さんの方のお姉さんが未亡人なんですよ、その人紹介して今じゃ あの未亡人が歌います。黒田節クモの巣張ってまーす、クモの巣バリバリに張ってますって言ってそのおばさんも張ってまーすですか。どういう身内ですか。そこでもすごいでしょ、ね、信じられませんよ。すごかったよね。みんなもうわーってもう月々にあの別れるとか切れるとかもうバンバン言うんですよ。絶対言っちゃいけないんですよね。トラさんの格好までしてきてるおじさんがいてたしダボシャツ着てトランク持ってさトラさんの真似が好きなんだってそれはいいけど結婚式で宴会芸するんじゃないんだからってそれでいきなりマイク持って別れて早くねとか言ってみんなそれでも誰も一言もあの怒らないで急いだーとかすごかった。そのかその口はなんかこう最後にね、いい雰囲気になって、お父さんお母さんって言ったらもう急にみんななにわ節で、ボーン泣き出してみんなうわー泣いてそれまでエラーとか言ってうわー泣き出しちゃって、ハートのマークでパパパパってろうそくに火が止まるじゃないですか、平安閣ってとこでやったんですけど、その時はもうみんなうわー泣きながら平安閣ないっすよーって言ってこの見事にハートに火がついてる当たり前やん。へえ。面白かったですけどね。結構そういうのはあったことないですか。こんな変なやつがいるとか。ああ、そう意外とね、やっぱりあの僕の場合片桐ですから、あのごく普通のね、あの結婚式をやるわけですけれども、じゃああのここでですね、ちょっと話をねピチッとこう締めたいと思いますね。曲を今君自身が中途半端でした。そうですね。いいですか。じゃあ曲をお届けしようと思います。はい。吉田拓郎結婚しようよを聞いてもらいました。さて、今週は久本雅美さんとセイヤングスペシャル結婚ってなんだをお送りしていますが、なんかすごい展開になっておりますけれども、来週5月22日はあの内海良恵師匠を迎えしてセイヤングスペシャル近頃の若いもんはこちらをお送りいたします。良恵師匠へのおはがきをぜひお寄せください。ぜひ年配の方からの近頃の若者についての納得できないこと、できればね具体的なエピソードがあると大変嬉しいです、それから若い者から年配の方についての納得のいかないこと、あるいは若い人から若い人への納得のいかないこと、いろいろあると思いますので、人生のベテラン大人の達人良恵師匠への相談事などどんどんお寄せいただきたいと思います。宛先は郵便番号 160-02 文化放送内海良恵のセイヤングスペシャル近頃の若い者はの係まで、あなたの年齢職業なども添えてお送りいただきたいと思いますが、さて今日はあの久本雅美さんとですね、結婚ってなんだ、もう久本雅美さんみたいな他人行儀やめてください。マーチャーミーだけど、マーチャーミーで太田さん何て呼ばれてるんですか。太田といいじゃないでしょうかね。これからまだ長くやるんですから、あと1時間ぐらいですよね。いいじゃないですか、たっぷりですよ。あの
普段さだまさしさんのこの温かみのあるこのハートの大きな放送を聞いてらっしゃる方がこう引き続いて聞いてるわけですけれども、ショックですかね。どんな思いで聞いてらっしゃる。5人ぐらい死んでるかもしれない。死んでるかもしれないですね。ぜひあのね感想なども、いらない、いらない、いいです。ぜひあの久本雅美さん宛ての感想などもねお寄せいただきたいと思いますが、久本太田のセイヤングスペシャル結婚ってなんだ。この後はですね、さだまさしさんからの結婚式にまつわる生テープコメント、そしてなんと明日が結婚式という方と電話をつないだりと、盛りだくさんの内容でお送りいたしたいと思っております。それでは大阪名古屋の皆さんを待ちましょう。その間しばらくご歓談くださいませ。うまいね。清です。僕は小さい頃から自然の中で伸び伸びと育ってきました。大自然を知っている人間はみんな元気、底力があるんだ。キャラメルコーンもそんなでっかい自然を知っている。だから元気もりもり、キャラメルコーン大好きです。広い大地に生まれ、太陽雨に打たれた立派に育ったそら豆は美味しいパフスナックになりました。物語を味わってください。そら豆 100% スナック、そら豆物語、東ハトから。久本雅美、太田秀明のせいや大阪毎日放送、名古屋東海ラジオ沖の皆さん、こんばんは。クイズの王子様、太田秀明です。今じゃってどうすんの。どうもあなたの女優久本雅美です。今週は我々美男美女コンビでセイヤングスペシャル結婚ってなんだをお送りしております。はい、セイヤングスペシャル結婚ってなんだ。この番組はハートも美味しい東ハト製菓がお送りします。小林亜生です。みんな集まればいいのでパーティー、東ハトビーノは豆 100%、 いつでもどこでもうまい、うまいいいのがいいの、東ハトビーノ。テリーは焼きイカが大好きだ。あ、ロバートの焼きイカが大好きだ。おお、マックスも焼きイカが大好きだ。みんな大好き、屋台の味の本格派、東ハト焼きイカ、焼きエビも大好きだ。久本雅美、太田秀明のせいや。縁も竹縄プリンスホテルとなりました。うまい。今週はマチャミと結婚ってなんだというテーマで。いいね、マチャミと。マチャミと慣れてきたね。ようやく。おまちまち。ありがとうございます。マチャミと太田で。私はそのまんまですね。主に結婚式についてあれこれ掘り下げておりますが、はい、まあ久本じゃないね。マチャミクラスの久本で聞くのやめてくんな。マチャミクラスのですね、ビッグタレントになりますと。うまいね、もうお尻がこそばいこそばいね、持ち上げるところはパッと持ち上げてね。結婚式で挨拶を頼まれるっていうことも嫌ですね。嫌ですよね。一番緊張するでしょ。緊張しますね。やったことある。僕はほとんど司会が多いんで挨拶ってほとんどないんですけども。私もほとんどねしないんです、だからでも頼まれですよ。やったとすると誰かと友達と、組んでやらさせてもらったりとか。ああ。なんかやっぱりほらねえ、どうしても笑いを期待されるじゃないですか。期待してますよ。あと何にも期待してますね。やっぱり面白おかしくパッと盛り上げていただこうっていう。もう本当に冷たい人。いやいや、そんなことないですよ。いやいや、本当に期待されちゃうから、そういうのでね緊張するのすごい嫌なんですよ。食べる気にならないでしょ、食事だってせっかく出てるの。でもやっぱりほら一応ね歯茎でーすとか軽いところから入らなきゃいけないと。もう軽く掴んでおいて。そうそうそう。私の話じゃないんですけど、あの相川欽也さんがあのハイヒール桃子の、はいはい、あの仲人やったんですよ。宇都宮みどりさんと相川欽也さん、あ、そうですか。たまたま桃子と私と宇都宮さんとそのまんま東と小枝さんっていう人の番組で、見合い結婚をして素人さんと結婚したんで、その成り行きで宇都宮みどりさんが、私が仲人するわ、もし結婚本当にするならばって言ったら、番組で言ったら本当に結婚しちゃったもんだから、相川さん何も分からずに来てるわけですよ。ああ、二人がどういう素性でどういう結婚でっていうのは、相川さん桃子も知らないから。ハイヒールって誰だったらしなって、なんだ名前は何
だ、はいひーももこってのは誰だってなって、それでも忙しくて当日、当日あったんだよ、はいひーももこの旦那と。信じられないですね。普通売借人っていうのはね、お二人ゆかりのある方を選びに選んで、そうそうそう、それでなんか一応仲人の挨拶しなきゃいけないじゃないですか、うん、ご紹介ですよ相手のね、ご紹介お願いしますって相川さんももうおろつぶたいちゃって、これ初めて会ったと、その時に爆笑だったんだけど、それではあの新聞、新郎新婦から送られてきたあの経歴のファックス、ファックスだよそれもファックスがいるんだよ、あっちゃいないんですよね、ファックスを読まさせていただきます、新郎何々何々大阪出身以上ですかわいそうでしょそんなマジで本当ハイヒールももこさん、本名松井さとりさん、ヤンキー出身以上ですそれだけもうそれだけで、それだけ大変だったよね、送られたまんま、まんまそれ以上何も書いてませんみたいな、余計なこと言わないでくれって言ったらしいらしい新郎のご親戚もびっくりしたでしょうね、びっくりしましたよ、1回目のあの何お色直しの時に内海みどりさんもお色直ししたんだから何考えたんケロンパンは、本当に訳わかんないですけどね、まあいろいろね、ラジオ聞きの方でも、ご挨拶についていろいろエピソードをお持ちの方もいると思いますが、この挨拶についてさだまさしさんはどうしているのか、ご意見を伺ってみました。はい、太田君どうもありがとう、本当にご苦労様、私もこの苦しみを逃れてですね、今頃はあれですよ、脇じゃない、羽を伸ばして、いる頃だと思うんですけどもね、僕も結構結婚式なんかにお招きいただくことがあって、昔はなかったですけどね、グレープ時代は無縁坂とか精霊流しかなかったですから、最近は関白宣言とかですね、歌ってくれっていう人多いですね、私の場合には決め技っていうのがありますから、どんなにふざけててもですね、その決め技へ持っていけるわけですね、もう例えばもう新郎と友達の場合には新郎をどこまで罵ってもですね、最後に関白宣言一発ギャッといけばですね、お客さんはうわーっとその前のこと忘れてくれますからね、私の場合にはいいんです。ところがその決め技を持たないあなた、決め技を持たないのに悪口だけ言ったら嫌われるだけだよ。一度ひどいことありました。業界の結婚式っていうのは危ないんですけどもね、危ない話がゴンゴン出てきますからね。ある時に私の知り合いのあるディレクターの結婚式の時ですけどもね、バンバンとものすごい話が出てきちゃったらですね、相手の新婦のご両親が怒りました。まあ、ご両親はまあこんなもんだと思っても、親類の人が怒りまして、なんだ新郎はっての話になってね、険悪な雰囲気になったそうですから、くれぐれも昔の女の話をするとかですね、それから昔の男の話をするとか、そういうのはねこれシャレになんねえよ、うん、そういう気がするんです。せいぜいですね、歌って紛れいいけど、あれもう下手なのが出てきて、なんだテントウムシのサンバなんか歌うバカが嫌なんだよね、テントウムシがなんだろう、シャシャリ出てなんだっけ、サンバに合わせて踊り出すとかね、なんとかでキスをしたとか、何回もそこで歌って新郎が新婦にキスするまで何度もかってやってるのとかですね、それからですね、もういいよっていうのは納品書とかね、新車納入書品名なんとかとか、オイルが温まってからとか、なんだかさ、そういうのやるのいいんだ。それもね、もう一歩ねひねりが効いててね、その例えば特殊な仕事をしてる人のね、その特殊な仕事にまつわることだったら笑っちゃえるけどね、ところがもう決まりきったことを言われますとですね、もうどうしていいかわからないというね、笑わなきゃ失礼だし、笑いすぎても失礼だしというね、まあ歌うんだったらコスモスはやめた方がいいと思う。あれどんなに盛り上がった披露宴でもシーンとするからね、シーンとしたのに耐えられる人はいいですけども、私司会するときにはコスモス歌わないことにしてるんです。一度散々わーと盛り上げといて、一人一人のスピーチに対してもう長々走りでありましてですね、ものすごい盛り上がりましてですね、いやー、さださんの司会最高だわ、花束贈呈の時に私コスモスを歌いました。一気に静かになってしまいましてですね、で花束贈呈が終わった後、私は司会者ですから、また司会の席も取りまして、さてっていう時のですね、なんか人格の変わりようっていうんですか、この辺に時々、まあ、コンサートではあまり人格が変わったっていう気はしないんですけどね、披露宴では時々困ったことありますね。それから酒で酔って好き勝手なこと言って寝るやつ、
もう本当殴り倒してやりたいやつが時々おりますですね。そういうのはね、もう呼ばないこと、まあ、呼ばないわけにいかない場合があるでしょうけど、一番困るのがね、親戚のね、母方のおじこれがね呼ぶんだよ。呼ってね、なんかわけのわかんないこと言うんだよ。でもまあいいか、楽しくやってください、ね、門出ですから明るく楽しく、それで新郎新婦がよし俺たちは頑張るぞと思ってくれればいいんです、一時だけでも。ということで、さだまさしさんからのね、愛さん2についてのご意見いただきましたけど、あるあるあると思いましたね、まずね、今ラジオ聞いてる方ようやく安心したわけですね、これでね。さだまさしのセイヤングのリスナーの方、ようやくこうホット。私が不満なの？いやいやいや、そんなことないですよ。いやもういいですけど、で内容はね、なかなかね、ついてましたね、これはついてましたね、納品書の話とかね。そうです、スチュアーデスさんのパターンであるんですよね、なんか酸素が、なんか酸素困難になったら上からなんか彼氏の愛情のなんか息を吹っかけてくださいとか、なんかそういうパターンがあるんですよ。そうなんですか。ちゃんと愛のシートベルトを締めてくださいとか、なんかそういうのがね、ちゃんとあるのよ、パターンがね。あとよくあるの、3つの袋の話。3つの袋、これはもう耳にタコが生きてるかと思うぐらいいっぱい聞きましたよね。今日僕結婚式の司会やってたんですけど、乾杯の発声をする方がまさに3つの袋、来ましたね。どういう袋ですか？3つの袋、まずはお袋。お袋を大切にしてください。今までね、こうやってくれたのはお袋のおかげです。胃袋。お酒を飲みすぎないように気をつけてください、はい、ね、そして堪忍袋。堪忍袋、お互いに不満があることがあってもきっと耐えて、それがね、長く付き合う秘訣です。3つの袋、あと給料袋とかっていうのもありましたよね。あ、給料袋っていう方もいらっしゃいますよね、なんか旦那さん のちゃんとお金をもらって、2人で仲良く家計を守ってどうのこうのとかってね、言われるんですよ。まあ、私の場合は、それをちょっと冗談で受けて、まあ、一応さらっと流してくださいよ、いいですか皆さん、怒らないでくださいよ、3つの袋というと、まあ、池袋、沼袋、金玉袋とこのパターンで言わせてもらうと、一応まあ、ドッカーとで、後ろ の親戚の方がムッとするという、ね、パターンでありますよ。金玉袋大事ですから。大事ですか。だってそれがなければ子供ができないわけですから。あ、大切ですよね。コアカスガイのピーナッツとよく言われますが、これもよく言うよね、みんなね。コアカスガイのピーナッツとか甘納豆とかって言っちゃうから、ありますけどね。やっぱり久本さんの場合はそれがこう決め技の一つっていう。いや、そんなめったに言えませんよ。まあでも一応ね、言ってもいいかなと思う時はちょっとそこで掴ませていただいたりしますけども。あとはなんかこう決め技みたいなのは？あ、別に全然ないですよ。もうそういうの本当に恥ずかしくて嫌だから言わない。袋がつけばね、十分だなという感じが。もう金玉袋でいいでしょ。まあでも抵抗ある、今言おうと思ったんですけど、まあ、すっごい抵抗あるんですよ、やっぱり僕。どうしてチンポ？いや、チンポはいいんですけど、やっぱりね。あ、大田さんが言った。チンポだったら大丈夫ですけど。大丈夫ですか？なんで金玉なんだ。なんで差別する？区別する？区別する。あれはもう一体じゃないですか。大事なもんですよ。夫婦生活において、まあ、これ以上避けましょう。そうですね。それでは縁も竹縄ではございますが、あれもっと喋りたかったね。いやいや、しばらくご寛大いただきたいと思います。前に、あ、いや、スポンサーの方のご挨拶です。はい、さて問題です。トーハトポテコを食べると全世界が平和になる。トーハトポテコを食べると鳩からハンカチが出る。トーハトポテコを食べると総理大臣と友達になれる。それでも美味しいアイダホポテトなスナック、トーハトポテコ。さて問題です。トーハト投げ輪を食べると億万長者になれる。トーハト投げ輪を食べると犬がよっと巻く。トーハト投げ輪を食べると土星の輪の上でスケートができる。それでも美味しいリングなポテトスナック、トーハト投げ輪。さて問題です。トーハトカラプルコを食べると宇宙人の家にホームステイできる。トーハトカラプルコを食べると空から1万円札が降ってくる。トーハトカラプルコを食べるとパパがいい男になる。それでも辛くて美味しいリングなポテト、トーハトカラプルコ。久本雅美、太田秀明のせいや縁も竹縄プリンスホテルではございますが、まだ言うか。ただいま番組に一本の電話がつながっております。あらら、実はなんと明日、めでたく結婚式を挙げられる方なんですね。すごいですね、こんな夜遅くに。それも本当に独身最後の最後の夜ですね。最後の夜ですね。あらららら、どんなお気持ちなのかね、ちょっと電話で伺ってみたいと思います。はい、もしもし。はい、あ、
こんばんは。どうもこんばんは。おめでとうございます、はい、こんな時間大丈夫なんですか？何がですか？いや準備とか。僕勝村ですけど。勝村？あ、誰？久本ちゃん。勝村？久しぶりじゃない。マジ勝村？うん、久しぶりだね。なんで打ちかけてきたの？勝村、お前もちょっと突然に結婚しちゃって。ねえ。ねえじゃないよ。え、おめでとう。おめでとう、あんただよ。あ、そう。玉井ちゃんの結婚式にあんた被り物着てたくせに。それであんたも行くなんて。恥かいちゃったよ、あの時は。え、恥かいちゃったよ。恥かいてないけど、あんただって私本当裏切られたって気持ちで、あんた布団かんだわよ。ごめんね。え、カズマ、マジ？うん。元気？元気だよ。どう、生活は、新婚生活は。もう、あっちっちだよ。うわー、きついね。うん。本当に何してんの、あんた。あんた結婚しちゃったんだから、あんた関係ないじゃん。あ、そうなの？そうだよ。知らなかったよ。これは独身最後の夜の方と話すつ。うかつだったよ。うかつすぎるよ。じゃあちょっと変わるね。この出たがり。あ、びっくりしたな、勝村君とは。第三舞台の。あー、勝村さん。勝村です。もしもし。あ、もしもし。もしもし。はい。あ、明日ご結婚される方ですか？いや、私は仲人です。あー、そん。え、もしもし？はい。柴田がお世話になりました。あ、どうもどうも。映画でね、地方を回ってもらって、ちょっと。あ、非常に宴会も盛り上げてもらって。え、うん、どなたでいらっしゃいますでしょうか？原田芳雄です。原田芳雄さん。いや、なんかキッチュがね、松尾っていうのかな、キッチュっていろいろあってややこしいんだけどさ、バカ野郎がなんかなことやってくれって。なんか大島渚さんに似てきましたけども。どうもこんにちは。キッチュか。どうもどうも。おめでとう。今我に帰ったよ。え、我に帰ったよ。まあ最初本当に私原田さんだと思ってさ、うん、ちょっと緊張しちゃったよ。緊張すんな、勝村の後で。勝村いるんだ。いや、おるよ。なんで？勝村もね、だから元ローグの奥野くんもね、それから河村香織ちゃんもね、いてるんですわ。どうしたの、みんなで何独身最後の夜乾杯してもらってんの？え、ちょっとみんなでバンドークも言うてね。いや、ほんまやってんねんで。マジ？うん。あ、でも明日結婚式やんやろ？え、そうやで。何時から？二次会でみんなで歌うんやんか。ごめんなさい。ほんまに。電話はしたと思うんだよね。うん、電話かかってきたけどね。明日ちゃんとお花が届くと思うんです。うん。で、電報はちょっと遅れないかもしれないんですが。そう、だから久本来られへんねんな。そうなんですよ。うん、名古屋かどっかで。え、大阪行って、大阪行ってそのまま名古屋で泊まりで。何度か月と大勢演芸場行って。なんでやねん。なんでやねんって、うまいな、君ツッコミが。うまいな、言うてもあんた商売でんがな。違うかな。今のご気分はどうですか？え？ご気分は。え、気分？あと10分やからね、独身がね、日付で言うとね。でしょ、うん、やっぱ弱いですわ。なんか緊張してる？え、いや、緊張も何も浮き足だって、脈拍が早になるわ、もう、視線は中空をさまようわ、岩キリキリ痛むわ、うん、もう、失禁するわ、もう大変ですわ。うわ、失禁。合否もした、今。合否もしたって。いや、今これ勝村が家言うてんけどね。あ、そうかそうか。そうか。そうです。教会で式あげるって？教会で式あげまして、うん、その後椿山荘へ行って、うん、で、どんちゃんやって、うん、で、二次会ブルーノートで、どんちゃんやって、うん、で、三次会西麻布のカラオケバー行って、どんちゃんやって、うん、まあ、そんなとこです。今の話聞いてる、君の結婚はどんちゃんしか君に残れんかったわ。どんちゃんしたいがために結婚すんやんか。あ、じゃあこれから岸のことどんちゃんって呼んでもらえる？ええよ。僕、どんちゃん。浮かれてる。私、俺とはじゃないんですけどね。あ、ちち。私の愛なんです。奥さん、純ちゃんって言うのよね。純ちゃん。ブースターだね、純ちゃん。え、純ちゃんとどんちゃん。純ちゃんとどんちゃん。もう、浮かれてるな。純ちゃん、お家で待ってるの。あ、そうなの。よかったね。そうなの。大変やったでしょ、でも結婚式挙げるまでにいろいろとあんたも苦労しとったやん。いや、そんなことないよ。うま、うん、人に電話せなあかん、この人に何かやらなあかんとか。そのね、段取りはほんま大変やったわ。なあ、うん、言うとったもんな、ずっと。そうですよ。もういよいよ明日から落ち着きました。引き出物とかもうバッチリ。また当日来てくれるや来てくれへんや分からんような人も多いからね。それな、うん、多いよ。私桃子の結婚式でな、うん、テーブルが私の子が、うん、誰だったっけな、ほらおなたの元な、あ、小川夏美ちゃんと森久美がおったんよ。うん、森久美これ、ね、でピンクサファイアとかおってんけど、うん、私の隣に木村和也くんやったけど、とうとう来ませんでした。これ私のせいでしょうかね、これ。いや、やっぱお父さん呼ばれてないからちゃうの。
痛いね君。え、いやでも本当に当日になって来ない人もいるかもしれないし、うん、いやほんまにね、うん、そういう人にはもうハイヤー差し向けてあんねんけどね、またそういう人に限って家2つあるいうね、どっちに帰るかわからん言われてる人おりますけどね。厳しいな、うん、あと気をつけなあかんけど、うん、あかんのは、うん、酔っ払ってわけのわからん人間連れてくる人いてるから。あ、なるほど、屋敷高人さんのような。そうそう、芸者5人や、何で芸者出てくんねん。そんな人にハガキ出してないって言うんですよ。そうですね。でもさ、明日はほら、やっぱりその、なんていうの、タキシード来て、うん、はい、ね、やりますよ、いろいろお色返しもするわけでしょ。やります、門服来てね、うんうん、うん、やりますよ。そうやったらやっぱりちょっと体調整えとけな、途中で気分悪かったりするのちゃうの。そうそう、だからもうとりあえず今日は徹夜せなあかんな言うてね。何やそら。君に話違うがな。え、ちょっと浮き足立ってますんでね、私ちょっと迂闊でしたかね、ちょっと今ね。うん、いやいやいや、で純ちゃんも何回ぐらい結構お色なしすんの。え、いや、お色なし1回しか出へんよ。あ、ほんま。そんな来てる客が喜ばんようなことでね、時間食うのはもうそんな虚礼は廃止しましょう。うまいね。うまいよ。うん、まあ、喧嘩とかしてへん、ギリギリまで。え、喧嘩昨日までしてたよ。やっぱし、なんの、うん、なんていう喧嘩したん。え、まあ喧嘩って僕らパッションって呼んでるけどね。さすがキッチュ、うん、もう、ドンちゃんとジュンちゃん。まだ覚えとったか。覚えた、忘れへんよ、一緒。うん、なあ、明日さ、うん、お父さんお母さんとか友達来てさ、うん、結構盛り上がったらさ、うん、泣くんちゃうの。泣くで。え、泣くで。かわいい。俺は泣くぞ。ほんま、うん、失禁するんちゃうの。失禁してたらですね、泣くのと失禁とえらい違いやないか。いや、わからん、上からも下からも。脱粉しようか。え、なんでもない。脱粉してどないすんねん。ウェディングケーキチョコレートケーキになってどないすんの。いや、ウェディングケーキ使えへんから。え、ウェディングケーキ使えへんから。あ、ほんと、うん、あ、ケーキ、何ケーキの乳糖とかしないの。乳糖の色はって、君そんなこと言わしてどないすんねん。誰が鶴子さんだれ。あ、そうか。あ、そう、今緊張してるやろな。純ちゃんなんか特にちゃう。もうじんちゃんうちでね、うん、この電話かかってくるの俺忘れてやね、うん、あの人のとこに今おるわけやんか。これでじゅんちゃん家で探し回っとったらしい。じゅんちゃんかわいそうや。そう、さっき家に電話かけたらね、うん、もう反響乱になってたよ。そやろ。それはうち震わしてね、うん、もう髪はざんばらね、うん、頭はざっくり割れてね、うん、お前電話で見たんか。いや、わかんねえな、相手やってると。あ、うん、もうごちそうさま。いやいや、よろしくお分かり。いやいやいや、もう満腹ですわ、あんた。そうか、いや、新婚旅行も結構10日間ね、行くんですよね。行きますよ、11日。え？いや、電波は無駄な、横からね、横からのおっさんがね、無駄な話すな、言ってね、うん、だけど、あの、パリとね、うん、コートダジュールとね、うん、それからベニスや。ねえ、ベニスでペニスや、言うててね。ベニスはペニス？いやいやいや。ちょっとメモさせて。おじいちゃん。はい。それ、使ってよ。ほんま？うん、使ってよ。出店明らかにして使うわ。なんでやねん。言わんで、そんな余計なこと。あ、そうですか。うん、そう。うん。もうたっぷりと。はい。ねえ、いや、でも新婚旅行の用意もしたん？用意何もしてない。ほんま？うん。まだパスポートの書き換えもしてないもん。あと1日しかないねんけどね。あと1日しか。どないすんの、そんなん。え、どないすんの、そんなんやってもらうしかないやん。そうやな。うん。はやってもらうの、行かれへんかったらかわいそうで、純ちゃん。そうやね。一緒に一度やねんから。まあ、俺だけでも行ってくるし。いや、そんな。今、家でも一人でいる純ちゃんの身になったりいいや、それも。いや、もう痛いほどわかる、彼女の気持ちは。そうですか。行かへんかったら悔しい。ほんまに？その悔しさを乗り越えて。うん、偉大な芸人になってもらえないな。話ぐちゃぐちゃや、あんた。え、やっぱあれかな、うん、さよなら独身の俺って鏡向かって言ったりとかした。いや、もうなんか知らんけどね、うん、通りすがりの人にね、うん、今日は夜川崎とかわけわからんこと言われてね、うん、私ちょっとうろたえましたよ。ああ、そうかそうか。うん、んなこと俺に促してどないすんねんと思いましたね。なるほどね、でも責任が明日からもうどっと殴りかかるわけやね。そうですね。うん、嬉しいと不安どっちが多い。え、嬉しいのと不安どっちが大きい。いや、さあ、無条件に嬉しいね。うん、結婚やな。そうそう、なので不安はね、うん、結婚せんでも不安やからね、俺は。なるほどね、うん、なるほどね、うん、そっか。大田さんもいてあんのよ。あ、どうもこんばんは、文化放送の太田です。あ、太田さん、バカマリア。あ、そうですそうです。あ、あの僕がやってた番組を、キッチさんが追い出して、キッチさんが番組を、どうも失礼しました。いえ、とんでもないです。俺サスケ言うわけわからないんですよ、追い出されたんです。あ、もうあの人追放されましたんで。追放されて、今大丈夫か、ナース入れですか。いやあのちょっと局の若いもんが。いいですね、からいかからんから。あの、明日の準備でなんか不安なところとかってあります？明日の準備不安なとこ、まあ、バンドの振り付けですわ。さっきちょっとね、みんな練習したらしいんですけどね、なんか不安や言ってましたわ。本当な。僕は慌ててここに来たもんですからね。
あんたな、ん今な、はい、もう11時53分や。これさ、あと7分やで。そやで、うん、そやのにやんて、もう早い家帰りもいや、帰る思てねんけどね、うん、このことがあるから俺思い出して、あの神父のお母様をですね、うん、あの新宿のホテルにお送りして、うん、で、その帰り際に思い出したんやんか、うん、この仕事があったんや思て、それで人のうち寄ってやね、うんうん、誰のうちやのそこで、マネージャーに教えたんです。え、ここ、うん、ここ奥野の家。あ、そうなんだ。はい、そうか、悪いことしたね。いや君が悪いことしてんねん。そう俺が突然押しかけてんねんけどね。うん、まあ、じゃあ、ここはみんな集まってるからね。あ、そうかそうか。吉さん、はい、あの明日、あ、久本さん出席できないわけですけども、でも今日構成やってる高橋洋次は来ますんで。ああ、高橋行きますんで、はい、じゃあ最後に一言ね、お祝いのメッセージを。吉っちゅう、いろんなことあったね。お前とはない、本人たいもない。ありがとう。どうもありがとうございました。はい、はい、すいません、お幸せに。ということでね、キッチさんと電話をつないで、なんかすごい結婚式みたいですね。すごい ね、たくさんの人がいっぱい来てくれて。原田芳郎さんが媒酌人っていうのはそうなんですか。芳郎さん、あ、ごめんなさい、原田信郎さんじゃないんだから。一緒にしてどうするの。あの女神じゃないんですから。ね、信郎はいい人ですけども、芳郎さんですよ、媒酌人で。すごいですよね、素晴らしいメンバーが来るらしいですよ。ね、明日もまたテレビ関係とかいっぱい来るでしょう ね。なんかこれ言っちゃっていいのか、山下、うん、だいや、山下アナさんが、山下清がほぼね、山下アナさんがこのスタジオにね、いらっしゃるんですよ。どうですか、全然関係ないですよ、ね、よく分からなくなって、でも大いに盛り上がって幸せなスタートを切っていただきたいと思います、ね、はい、本当にね、お電話いただきましてありがとうございました。はい、塩味、東波とソルティーバターとソルティーセサミ。夏美、陽子、あや、私、中学からの付き合い。卒業してからもこの4人の友情はずっと変わらないと、いいな。気がつけばいつもそばにいる。東波とオールナイズ。久本雅美、太田秀明のせいやでは、ここで来週お送りするセイヤングスペシャルのお知らせがございます。はい、来週は宇都宮義恵師匠と私太田秀明でセイヤングスペシャル近頃の若い者はこちらをお送りしたいと思うんですが、はい、そこでラジオを聴いているあなたから義恵師匠へのおはがきを募集いたします。悩み事相談、近頃の若い者についてここが許せない、逆に若い人から年配の人へのここが納得いかないという怒りのおはがきなどなどをお寄せいただきたいです。大丈夫から。大丈夫です。大丈夫ですか、とてもアナウンサーだとは思えないですね。本当に思えないですね、はい。なるべく具体的な内容でいただくと大変嬉しいですね。はい、こういう話は例えば結婚式でもありますね。はい、どっちが失礼かっていうような話ってのはね。ありますね。ありますよ。例えば酔っ払って注目を浴びてしまう人と、うん、遅刻して注目を浴びてしまう人、どっちが失礼だっていう感じ。これはね。やっぱり遅刻はまだ事情とかね、いろいろあるからまだはね、そのほらね、いろいろあるからわからないけれども、酔っ払ってしまうっていうのはね、むちゃくちゃにしちゃいますもんね。むちゃくちゃしちゃうし、周りが嫌な気になっちゃいますからね。じゃあ酔っ払って注目を浴びてしまう人と、挨拶で自分の自慢をする人。そりゃ自慢する人が嫌ですよ。嫌ですよね。いきなりなんていうの、あのなんだっけ、シャンソンを出しといても、私なんじゃそれ、誰の出ないもんとか言われたら、みんなシューンちゃった。どこ行くんだお客さんみたいな感じで、赤いバラと、とか言うから、お前は本当に刺したのかトゲでとか言うぐらいにいましたよ。あと、和歌とか俳句とか詩吟とかね、いますよね、させていただきます。うまいりゃいいけどみたいなね、詩吟は参っちゃいますよね。あとほら、自分の会社の自慢までダーダーダーってする人いるじゃないですか。います。自慢話ほど退屈なもんないですよ。そこにお笑いがあればいいですよ。今までこんなことやってきて、こんなこと実績上げて、みんなこけたでもお二人はこけないでとか言われたら、いいぞとかあるけども、単なる自慢はね、嫌ですね。じゃあその自慢をする嫌な人と、挨拶で新郎の過去についてほのめかす人、どっちが嫌ですかね。やっぱり自慢やな。自慢。過去はやっぱりそのさっきも佐田さんもおっしゃってましたけど、シャレにならない過去はね、言っちゃいけないと思うけど、ちょっとぐらいほのめかした方が、シャレになる場合も、笑い取れる場合もありますから、そうですよね。限界を超えなければ、まあ、ちょっとぐらいほのめかした方が、面白かったらその時もあるんですよね。やっぱり自分の自慢をする人が嫌ですね。じゃあ冗談が全く通じなくて怒り出すじいさんと挨拶で自分の自慢をする人と。じいさんだよ。じいさんね。そりゃまた、冗談通じないじいさん。自慢話に怒り出すじいさん怒りますね。怒る。このじいさん。ねえ。
本当にね。大田さんどうですか。やっぱりあのじいさん、あの司会にね、ええ、わけのわからない言いがかりをつける人はやめてほしいですよね。そう、何言われたの。いやいやいや、だからあの挨拶は失礼だとかね、関係ないじゃないですか。司会、ね、初めて会った人の司会ね、挨拶を紹介しただけですよ。そうですよね。ついてくださいよじいさん。なんだ。人間変わってきた。信じられないというような感じでですね、来週もこうどっちが失礼かというようなもののトーナメント方式をやってみたいと思いますので、許せないこと、納得いかないことをジャンルを問わずに募集したいと思っております。宛先は郵便番号 160-02 文化放送宇都宮教えのセイヤングスペシャル、近頃の若いもんはの係でお待ちしております。いつものセイヤングですとね、こうあったかいお話でこういう BGM が合うんですけど、今日は全然合いません。この後あと30分続けたいと思っております。セイヤングスペシャル、結婚ってなんだ。この時間はハートも美味しい東ハート製菓がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。久本雅美、太田秀明のセイヤング。岩手の皆さん、こんばんは。クイズの王子様、太田秀明です。いやいや、いいじゃないですか。あなたのまちゃみです。今週はセイヤングスペシャル、結婚ってなんだと題して、ゲストパーソナリティに女優の久本雅美さんをお迎えして、進歩したね。進歩しましたよ。素晴らしいですね。日進月歩。進歩じゃないですよ、進歩ですよ。進歩じゃないですよね。進歩なら僕まだ言えるんですけどね。うわ、この人何代性格変わってきた。いやいや、僕が言えない言葉は、はい、金玉です。ということで、振るな、女優に振るな。東京は文化放送から生放送でお送りしております。信じられません。この時間はおなじみのこのコーナー、80秒間世界一周。海外旅行にまつわるおはがきをご紹介いたします。今週のお便りは埼玉県朝霞市の小西典子さんからいただきました。はい。こちらはエアメールですね。佐田さん、リスナーの皆さん、こんばんは。新婚旅行でめったに行かれない遠いところとケニアを選び、大満足のサファリをしてきました。ケニアの1日目、アバーディア国立公園で、これソクニって書いてありますけどね。そうですね。ソクニ、ゾウ、バッファロー、ハイエナなどたくさんの野生動物を観察することができ、マサイマラ国立保護区では私とライオンのバッファロー食事シーン、私とじゃないか、なんとだよ。なんとだよ、太田さん。申し訳ない。本当にアナウンサー曲あれでしょ。信じられません。私がどう見てもなんとしか読めないよ、これ。なんとですよね。何、私のことだんだん惚れてきたんじゃないの。マジャミのこの色気にドッキリやられたっていう感じ、ね、なんとですよ。なんとライオンの、ライオンのこの方ね、佐田さんに読んでもらおうと思ってハガキを書いたので。かわいそうやな。太田とマジャミにもこんな目に遭っちゃってごめんね。すいません。なんとライオンのバッファロー食事シーン、チーターのトムソンガゼル食事シーンまで見ることができました。今まで動物園でしか見ることのできなかった動物たちの生き生きとした姿を見ることができ、感動と興奮でいっぱいですが、行程半ばにして結婚間もない彼がぎっくり腰になってしまい動けなくなり、その後の彼は激痛に耐えながらの移動に次ぐ移動で、今も鎮痛剤に助けられながら最後の難関20時間の飛行に耐えております。ね、大変じゃん。楽しく始まった旅行でしたが、安静と看病で終わってしまったので、新婚旅行のやり直しを考えております。ああ、ね、初めての海外旅行で悲惨な目に遭ってしまった彼は、国内と唱えておりますが、可愛いですね。可愛い。パスポートもまだ5年有効ですし、そんなの細かい。海外にしたいと思っております。では皆さん、旅行にお出かけの際は健康には十分注意され、無事帰宅なさってくださいということで、ね、飛行機の中でお書きになったエアメール。ね、これは本当にショックだね。新婚旅行行って旦那さんがぎっくり腰ですもん、ね、これはね、動物を見るからだと思うよ私。あ、そうですか。ケニア行って旦那さんも興奮したと思うよ。あ、興奮しました。野生の匂いで野生のなんかこう勘が戻ってきて、あ、本能がもうメラメラきちゃって。僕ね、あのたまたま先日ですね、あのサファリパークってところで、うんうん、ライオンの交尾を見たんですよ。あの話だけど、ね、いやニキニキしちゃって。いや本当に、すごかったですよ、腰使いが。あら、まあ1日50回1週間にわたって7時50回 ?50 回。今度生まれてくるときはライオンになりたいわ。なんでやねん。ということでね、はい、エアメールいただきました。飛行機の中でブロイダーになっている新米夫婦ということで、埼玉県朝霞市の小西典子さん、アフリカに行ってきたということなんですけども、なぜか切手がタイの切手という、お便りでしたけどもね。細かい。
ということで、このコーナーではラジオを聞いているあなたからの海外旅行に関する思い出のおはがきをお待ちしております。採用させていただいた方にはセイヤングオリジナルソックスを差し上げます。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング80秒間世界一周の係までお便りお待ちしております。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りします。誰も見てないな。大丈夫。男たちは AB ロードを取り出した。早くしよう。 FIT ページだ。格安航空券、レンタカーの予約、ホテルの予約。 FIT は自分で作る旅のページ、格安航空券など役立つ情報満載。男たちは有給休暇取ってアメリカでゴルフしちゃうの。 AB ロード、好評発売中。赤井先輩。何や。これ、わかんないんすけど。そうか。ガテン見てきた新人やからちゃんと教えなあかんな。社長、わしもわかりませんね。未経験者も大歓迎。ガテンにはいい職場がいっぱい載っています。ガテン。団体旅行や。大丈夫。吉岡君、観光とか全員で食事なんてあるのよ。飛行機とホテルだけのシンプルなパッケージツアーが。嘘。吉岡君、じゃーん。テレビロード。吉岡君、課長、来月休ませてください。何。飛行機とホテルだけのシンプルなパッケージツアーも満載。テレビロード、好評発売中。久本雅美、太田秀明のセイヤー。結婚ってなんだというテーマでマチャミとお送りしているセイヤングですけどもね。ありがとう太田。ずっとそのまんまですね。ずっとあの結婚式に主にテーマを絞って、お届けしてきたわけですけども、はいはい、結婚全般についてですね、例えばあの久本さんは、うん、マチャミはやっぱり憧れてたり、うん、憧れてますよやっぱ、してみたいね一回、やってみたいこと、やってないことはやってみたいっていうのはありますやっぱ、うんうんうん、太田さんだって1年でしょ。1年経ちましたよ。やっぱなんかちょっと変わりました。変わりましたね。どういうふうに、忍耐強くなりましたよ。あ、よく言うよね。大人になりました。でも結婚ってスタートだもんね。スタート、本当にスタートですね。だから覚悟しないといけないよね。から始まるっていう感じですよね。そうそうそう。だから辛いことも楽しいことも二人で乗り越えていくって覚悟しなきゃいけないもんね。いや、辛いことも辛いことも一人で乗り越えていくんですよ。どんな夢もんだ、あんた。どんな夢よ。で、ちょっとハガキが来てるんですよ。あ、ありがとうございます。これは名前読んでていいのかな。埼玉県は姫野さんからいただきましてですね、はい、ありがとうございます。クイズの王子様、そして豪華なゲストの皆さん、こんばんは。皆さんといってもマチャミ一人なんですけど。すいません。突然ですがクイズの王子様、いや太田さん、確か太田さんはもう結婚していらっしゃいますよね、はい、噂によると太田さんが主催されたコンパか何かがきっかけで今の奥さんと知り合われた。本当。そうです、そうです。合コンの鬼とかしてたんですよ。あんた数年前。あんた。あんたって言い方ももうなんか初対面見てますけど。あ、そうなの。そうなんです。結婚したくてしたくてね。それいくつの時だっけ。27の時ですね。だよね。ナンパしたの。ナンパっていうか合コン、合同コンパですね。そうかそうか。はっきり言って太田さんが今の奥さんの結婚を決心された最大の理由、動機は何ですか。また結婚する前の理想とスタートの現実のギャップみたいなものってありますか。まあ、厳しいところついてきますよね。これ聞きたいね。それね、追伸、太田さんのプロポーズの言葉は何ですか。プロポーズの言葉、じゃあそれからいきましょうか。いきましょう、いきましょう。あの、ずっと付き合っている中で、次の段取りとしては、結婚式場を予約することだよねっていうことだったんですね。何。だから2人の次の子なんだって。そんなことしか言えないの。つまんない男なんですよ。本当になんかもっとこう甘い言葉とか女は期待するのよ。生まれてね、ずっと生まれてきて、何か私と一緒にね、人生を一緒に歩んでくれるという人に対してどういう言葉言われるんだろう、次のあの段取りとしては結婚式場予約することだね。そうです。ハンデ押したような会話で。ハンデ押したような。奥さんなんて言ったの。じゃあ予約しに行きましょう。奥さんも分かりやすいね。OK。 でもまあどういう言われ方にしてもすごく嬉しかったでしょうね。そうですかね。勇気いった、やっぱし。いや結構ね、最初に会った時からね、まあこれだって思ったんですよ。それなりにピンとくるとかよく言いたいじゃないですか。ピンとくるっていう、そういう形ですね。それが大きな間違いだったんですよね。いやそんなこと言っていいよ。本当。でもあの最大の理由っていうのは他に何かあるでしょ、動機とか。私もですね、非常に生真面目なタイプなんですけども、妻も非常に生真面目なタイプだったんで、うんうん、これあるかなと思って、うん、あ、生真面目って結構あの奥さんはもう女らしくて。女らしくはないですね。じゃあ気が利いて。気は利かないです。じゃあのいつもあの素敵に化粧したりとかして。いや、もうすっぴんで。どんなのやさっきから。いやいや、あの結構純粋なんですよ、例えばあのテレビでね、悲しいニュースが流れたりするとコピーってヘロヘロヘロって泣いちゃうとか、そういう。ああ、桃屋の CM の子が出たみたいな。そういう子だったんですよ。ああ、でも素直な、その感情にほだされて、結婚してしまったんですよ。あ、現実と理想のギャップというのはどういうことですか。やっぱりあの尽くす一方になりますね。覚悟はしてたんですけど。そう
あれ、体育的に。でもご飯作ってくれたりとか、あなたお帰りなさい、お風呂忘れてもするとかって言わないの？いや、僕が帰ってくる頃は寝てて、僕が行く頃はまだ寝てます。奥さんおいくつ？28ですね。じゃあ同じような年代で、まあ、2つ下。2つ違いですね。すごいですよ。ちなみに何て言うのでいらっしゃるんですか？玉木って呼んでるんですよね。びっくりした。じゃあ太田玉木だから、太田玉木っていうね。太田玉木。太田玉木。じゃあ金玉言えないわけだ、それは。言えないですよね。玉木ちゃん、玉木って呼んでるの。玉木っていうね、ちょっと曖昧な語尾で。あ、そうね、甘いですね。でも夕食とかね、取ってない時もあるでしょう。まあね、遅く帰る時ね、僕は家の近くに行って24時間営業の牛丼を食って家に帰るんです。クルさん、牛何もしないのね。いやそんなことない。でも愛して愛してやる。愛してます。趣味何回ぐらい？え、趣味何回？いや、もうね、最初はですね、すっごい面白くて。バカだね、こういうの。もう何回言ったら全部言っちゃうね。いや、楽しくてね。楽しくてもう5連投っていう時があったんですよね。あ、もうただでできると思って。これだと思って、こんなにいいものだとは思いませんでしたから。でも別に童貞じゃなかったわけでしょ？素人が童貞だったんですよ。あんたの人生悲しい。太田さん、もう何言ってもいい状態じゃないわ。もう声もないですからね。それじゃあもう、それはもう嬉しいですよね。嬉しかったですよ。こんなにいいものかと思いました。もうちょっと奥さんが指されたけどビーンでしょ。もうビンビン。あなたのあの時期だけもうビーンでしょ。もうすごかったですよ。あ、そうですか。で、今は？今は月に1回あればいいかなという。あ、そうです。1年で。1年たった1年で買っちゃう？びっくりしました、自分でも。そんなもんかい？タンパクさん。タンパクさん。タンパクさんがでも面白くってって。いや、物珍しかったんですよ。たまにちょっと変わったこととかしない？奥さんにセーラー服着せてみたりとか、下着替えさせてみたりとか。いいな、今度やってみます。ちょっと変化あげた方がいいかもしれないよ。よかったらナスのかぶり物貸してあげます。奥さんに。かぶり物好きなんでね。いいかもしれないよ。でもそういう話聞くとやっぱりちょっと興ざめしちゃいます、結婚に。うん、全然。はあ、どういう理想の結婚は何ですか、久本さん。そうですね、まあ、理想の結婚でもだからやってみたことないから分かんないんですけどね。とにかくやっぱりどうしても女の子って恋愛すると感情的になって向き合っちゃうでしょ。あ、だからそうなっちゃいけないなと思うから、さっき言ったようにやっぱ結婚ってスタートだし覚悟することだと思うから、一緒に前に歩いていく人がいいなと思いますね。美しいな。美しいでしょ。そんなに甘いもんじゃないんですよ。ありがとう、じゃあたくさんお便りもいただきました、ありがとうございます。ご紹介させていただきます。茨城県北相馬郡の結婚歴15年というベテランの方でいらっしゃいますね。おいくつなんでしょうかね。年齢までは書いていませんが、野崎郁恵さんという方からいただきました、はい、私には3人の姉がいますが、私が結婚することになった時の彼女たちの反応は三者三様、それぞれの個性が出ていて笑ってしまいました、一番上の姉が最初に聞いたのが相手の収入。いくら稼いでんのと。そうです。お給料はいくらもらってるの、あなたそれでやっていけるのと言われた、自営業の家に嫁ぎ毎日お金の計算をしている人らしい発言です、長女として末っ子の私を心配してくれたのでしょう。なるほど。2番目の姉の質問は相手の年齢。ほう。彼女は自分が2歳だけ姉さん女房なのをどこかで気にしているのでしょうか。あ、そうかそうか。3番目の姉が聞いてきたのは相手の出身校。出身校？ええ。ほう。いきなりその人どこの大学と言いました。あ、なるほど。彼女はこの時独身でしたが、一番の関心事はこれだったらしく、2年後に自分の結婚が決まって私に知らせてきた時、最初に言ったのが相手の出身大学名でした。はあ、こういう方もいるんですね。3人の姉たちに心配されながら、一番下で一番ぼーっとしている私も、この春で主婦16年生になりました。すごいね。お姉ちゃん、安月給で8歳年上で、三流大学での夫とは時々喧嘩をしながらも楽しくやってます。安心してね。ラジオを聞いてる方、野崎郁恵さんの旦那さんは、安月給で8歳年上で三流大学出身ですよ。2回も言い出したんだよ。かわいそうに。それでも野崎さんはもう、すごく幸せで、お父さんが相手の方は安月給です。いいや、噛んじゃったから。しまった。じゃあ、もう一枚ご紹介しましょうか。こちらですね。こちらはですね、リコさんという方、ね、三重県の化身ですが、27歳で初婚、1年4ヶ月で離婚、あら、5年間独身生活をした後再婚を決めた33歳のおばさんです。あら、いいじゃないですか。美しいですよね。美しいですよ。今の彼とは海外旅行に行った時に同じツアーになったのが縁です。プロポーズされた時に一人を選び取る勇気、2人の生活を築いていく根気、相手の人生を花咲かせる覇気、という言葉を教えられ、自分にとっては君が選び取った一人なのだから過去のことを考える必要はないと言われました。私が彼にしてあげられることは少ないけれど、
小さな花を咲き続けられるようになりたいと思っています。素晴らしいですね。美しいですね。これ使いますね。でも結婚式に3つの木、木ですか。陰気何あ勇気根気萩ですね。ねえ、やっぱりプロポーズの時はこういう言葉待ってるもんなんでしょうかね。女性の方は何でも嬉しいんじゃないですか。好きな人に、うん、あのプロポーズされるってこと自体がものすごく嬉しいから、うん、まあいろんなことを考えたってね、実際出てこなかったらもうそれで終わりですからね。まあ何があっても嬉しいでしょう。でも素晴らしいですよね。素晴らしいですよね。早いね、いろんな経験なさって。33歳って私と同じ年ぐらいですね。同じ年ですか。そうですね。私が今年33ですから。いいね、一緒の人会も結婚できるなんてね。いいですよ。でもやっぱり一回こう失敗すると二度目は相当勇気がいるでしょうね。すごくいると思う。そういう時にこういう言葉を言われたら、グッときますよね。ね、ムーンってなっちゃうでしょうね。太田さん、子供は。子供はですね、一生懸命加減ではいるんですけどね。加減ではいるけど、できない。でもね、そろそろ欲しいでしょ。欲しいですね。やっぱり二人だけで生活していくのもあれだけど、子供もいたらまた変化がね。逃げ場ができますからね。逃げ場できるってあんたの。なんだって、なんかそういうこと言うと奥さんかわいそうよ。え、なんだっけ名前、奥さんの名前。大玉金。あ、大玉金、玉金ね。玉金ね。いや、でもやっぱりね、なんだかんだ言っても愛情を持ってるからこういうことが言えるんであって、本当にね。仲が悪いんですよ。何やそら。そんなことはないですけど、いい本当に愛情がなければね、こんなことは言えないですよ。そうですよね。やっぱり楽しいですよ、結婚生活は。やっぱり、やっぱりあの自分を全部さらけ出すっていうのは生まれて初めての相手ですからね。あ、もう全部、まあ先ほどキッチさんの話にもありましたけども、放棄したりですね、あるいはあのもう全部見せますから。結構でも放棄好きよ、女の人は。放棄しますよ。いや、女の人が放棄してたことない。あんた、そうですか。あ、玉木放棄。うわ、あんた、行きましょう。なんて、お会計で、うわにするってやってたの。あんたとはやりませんよ。ね、女の人は旦那さんとか好きな人がちょっと放棄されたら、私の前では気を許してくれてるなと。ねえ、脱臼だったら嫌ですけども、放棄だったら嬉しいですよ。本当に、まあ全部こうさらけ出して許し合って、まあ喧嘩もしますけれども、どん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 こう成長していく二人と。いいね、それが一番理想だね。一番ですよね。もう一丁ハガキいきますか。いきますか。いきますか。はい。続いてはですね、千葉県四街道市のこれは何てお読みするんでしょうか。イゲッタ。ちょっと待って、あんた心配だわ。はい。分かんなかったわ。イゲッタさん。イゲッタタマさんですかね。タマさん。タマさんだ。タマさんですね。ごめんね、ちょっと確認して。私のなんと私って読んだ人だからね。すいません。結婚ってなんだ、あなたの結婚観。東関東自動車学校卒、赤毛の愛子、結婚歴0年、19日で27歳になります。この頃親が焦っています。女子校女子大と住んでしまったからでしょうか。知り合いには女の子しかいません。親といさかいをすると決まって、悔しかったら女の子ばかりじゃなく男の子からも電話をもらってみなさいよね。すげえ親。すごい親だね。厳しいですね。反論できずに困っています。テレビのネルトンに出る勇気もありません。さださんの歌に出会いはいつでも偶然の風の中とありますが、どこへ行ったらどうしたら私にも出会いはやってくるのでしょうか。皆様教えていただけませんでしょうか。お見合いとかないのかしら。お見合いしたね、来ないのかしら。そうですよね。私お見合いしたことあるんだよ。わったあんたそれはごめんないよ。いやわったーなんでしょう。ね、本当に二十歳の時に昔やったことありますよ。でも緊張するね。ああいうのはやっぱりあの結婚する気ないのにやっちゃいけないね。向こうはもう足の先から頭の先までピロピロ見ますよね。見ちゃいますよ。まあ、縁があればね、そうですよね。やっぱりあの出会いはですね、待っていてもダメですよね。そうですか。やっぱり積極的にガーンと行かないといけないですよ。そう、合コンでもナンパでも、ナンパでも、ガン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 行かないといけないかな。それは街の姿勢ですか。いやとんでもないですよ。今ちょっと待って、ちょっと腹立った、今ちょっと腹立った。そうですか。鬼の首でも取った方がいいですよ。いやもう今街の姿勢ですか。いや街は街だけど、やっぱり街の姿勢ないでしょ。もう33になれば。いや、そうか、そうかな。十分私の周りに来るのさ、ヤギとか豚とかそういうのもない。動物ばっかりなのよ。悲しくなっちゃいますね。でもこれから素敵な恋愛ができるように楽しみにしてますけど、はい、近々結婚のお話が聞けるように心待ちにしておりますが、ありがとう。じゃあ一旦 CM です。はいはい。せっかくハワイでハネムーンなんだから。でもパッケージツアーだよ。ホテルは海の見えるスイート、もちろんハレクラニカロイヤルハワイアンね。飛行機は羽田発でビジネスクラス。わがままなやつ、結婚やめようかな。パッケージツアーでもこんなことができる AB ロード、エアラインやホテルの指定などわがままにツアーが選べます。 AB ロード好評発売中。
新人、なんでうちの会社来たんや。ガテン見たら家が近かったんすよ。そうか、ほんな今晩飲むか。就職祝いや。赤井先輩、本当すか。お前んとこでや。沿線駅別インデックスもついて、ガテンにはいい職場がいっぱい載っています。久本雅美、太田秀明のせいや。来週のこの時間は、あの内海義江師匠をお迎えしてのセイヤングスペシャル、近頃の若いもんはをお送りいたします。ラジオを聞いているあなたから義江師匠への悩み相談のおはがき、近頃の若い人への苦言、若い人から年配の人への反論などなどおはがきをお待ちしております。宛先は郵便番号 160-02 文化放送内海義江のセイヤングスペシャル、近頃の若いもんはの係までお送りください、はい。さて今週は結婚ってなんだというテーマで久本雅美さん、まちゃみと生放送でお送りしてきたわけなんですけれども、やっぱり私がですね、いろいろ妻のことを悪く言うのも愛情の裏返し、うん、そうだよ ね、本当に仲悪いこと言えないもんね。そうですよね、それは羨ましいと思うよ。男が高飛車に出るのも、うん、ね、うん、女性への愛情の裏返しということで。何言い訳してるのよ、これ。このラジオを聞いて、ちょっと怖じて。ちょっとさっきヒヤッと怖くなってきちゃったんですよ。もし誰かが聞いてたら。奥さんって結構怒りっぽいの？やきもちだけの？太田さんだって男前だもん、ちょっと臭いけど。おいにが。ありがとう。じゃあ決定版の曲を聴けば誰もが納得というね、いい曲をお届けいたします。久本雅美、太田秀明の。タキシードを脱ぐ暇もなく、もうお別れの時間となりました。あ、きっちり読んだね今、この曲に乗って乗って、はいはい、まちゃみ本日のセイヤングスペシャル、結婚ってなんだ、はい、1時間半結婚について考え続けてきて、何か分かったことはありましたでしょうか。何も分かりません。分からないですよね。そうよ、全然分かんないですよね。やってみないと分かんないもん。やってみても分かりませんよ。あ、やっぱりそう、私はモモコがね、さっきから言ってますけど、ハイヒールモモコが最後の挨拶の時にね、笑っちゃいましたけどね、一生は分かりませんけれども、できるだけ長く続けたいと思います。あ、その気持ちもなんか正直でいいなと。でもその気持ちは結構大切なんじゃないですかね。そうですね、まあ覚悟はしてるけどね、一生っていうのは覚悟してるけど、そういう言い方でまあちょっと笑かしたんだけど、そういう気持ちも分からないでもないなっていうね、素直な、まあ、ちょっと客観的に考えれば、その人と一生うまく生き続けられるかどうかなんて分かんないですもんね。まあ、努力はするだろうけども、どう、あの玉金とは。玉金とはですね、やっぱりお互いこう全部をぶつけ合って、こう毎日毎日生活するわけじゃないですか。そうするとね、やっぱり本当は楽しいんですよね。嫌なこともいっぱいありますけれども、もう嫌だな、もう最後。いやもうのろけてる。おっさ、さっき怖くなっちゃったんですよ。玉木、どういうタイが好き。いや、普通のが。真面目に答えてどうすんだよ。いや、だから、例えばお互いの欠点もあってくるわけですよね。それを乗り越えて、あ、向こうも一歩成長したなっていうのを分かる時があるんですよ。いい表現だね。で、こう喧嘩してたり、その喧嘩をこうグッと折れて、自分の方から謝ったりする時ってありますよね。そうすると、あ、ひょっとして自分もちょっと大人になったかなっていう感じがしますよね。徐々にこう2人して、もうそれ以上いい、もうそれ以上は別に興味ないです。でもやっぱりね、でもいいよね、2人で歩んでいくっていうことに対してやっぱ憧れるな、私は。でもその先どうなるかっていうのはまだ分からないんですよね。まあね、あんた何、自分でさっきから言い訳したり持ち上げたり沈んだり上がったりしてるのよ。もうあんた見てたけど、もう一日の流れが分かって疲れちゃってたよ、私今。幸せに、まあ久本さんが、ね、結婚されてなくて、もうマチャミでチャーミーで、チャーチャーチャーって加藤茶じゃないんだから、チャーチャーってあった、ね、チャミが結婚してなくて、僕は1年目でとやかく偉そうに言える立場じゃないですけど、いえいえ、ね、経験者は語るでしょう。結婚、はい、これからされる方は、ぜひ一つお幸せにね、そうですね、お過ごしいただきたいと思いますが、はい、当たり前のことでしょ。いやいやまとめというんですよ、こういうの、アナウンサー用語で、アナウンサー用語で普通の言葉です。久本さん、久々の夜の生放送、いかがでしたでしょうか。いや、楽しかったですよ。ラジオはいいですね。いいですね。好きなこと言って、テレビはさっきの言葉っていうのは言えるんですか。言いますよ。あ、言ってます。言ってますよ。金玉とかチンポとかうんこも言ってます。たまに放送見た時に無口になった時ありますけどね。またちょくちょくね、文化放送にもお越しいただきたいと思いますけども、はい、ありがとうございます。さて、来週私太田はですね、内海義江師匠とコンビを組ませていただきます、はい、今週と来週は私にとって一生忘れられない2週間になることと思いますが、いいですね。本当に来週も手強そうで、来週もっていうことはないですね。もうバシバシ決めますよ、はい、師匠。久本さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで、お相手は
太田秀明とマジャミーでした。はい、それではまたおやすみなさい。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りしました。